第2節イメージトレーニングの方法論 A イメーージトレーニングの準備簡単に自律訓練法を行いリラックスします自律訓練法などを行う時間のない時は目をつむってゆっくり深呼吸を繰り返しリラックスします姿勢は背もたれのある椅子に座るか横になるかして長時間動かなくても苦にならない姿勢で行います B イメージとはイメージは日本語で「心象」と訳され心に思い浮かべる映像を意味しますこう表現すると目で見える視覚的な映像のみのように思われますが実際はすべての感覚器官を動員します目で物を見る視覚耳で音を聞く聴覚鼻で匂いを嗅ぐ嗅覚皮膚で触って感じる触覚舌で味を感じる味覚など すべての感覚を思い浮かべますそして全ての感覚から来たる刺激が呼び起こす喜怒哀楽などの感情もイメージに含めます例えば花を思い浮かべればその色や形四角かぐわしい香り嗅覚そして美しい花を見て楽しいという幸福感感情等がイメージを形成しますリンゴの場合は その色や形、視覚や匂い、嗅覚、のほかに、持った時の感触、触覚や食べた時の味、味覚やかじる音、聴覚、そして食べた時の幸福感、感情なども、イメージを形成する要因に加わるのです。C イメージトレーニングの練習、がん治療のイメージ療法を行う前に、次に上げる4種類の簡単なイメージトレーニングのプログラムを練習します。 いずれもリラックスした後に行います目を閉じゆっくり深呼吸を繰り返してリラックスし目の前の約 1M くらいの距離に映画館で見るような大きなスクリーンが存在すると想定しますこれをメンタルスクリーンと言いますここに自分の思うイメージを具体的に目に見えるような感じで映し出しますそのうちに自分が スクリーンの中に入っていき、そのイメージの中に存在しているかのように感じます。見えるものの細かい部分の状態、聞こえてくる音、漂ってくる香り、周囲の温かさ、涼しさ、物に触った感触、飲んだり食べたりした時の感じや味、自分の心の起こった感情等、すべてをできるだけ具体的にイメージします。初めはめ 単純なイメージでも構いまませんが、慣れれるるにににつれて複雑にするようにします。ようし1回のイメージトレーニングにかける時間は10分から20分前後がいいでしょう。1春の草原の瞑想美しい春の草原に寝転んでいる自分を思い浮かべます。寝転んでいる周りには柔らかい春の草花がいっぱい生えています。タンポポスミレ菜の花 レンゲなど良い花の香りが漂ってきます蝶々や蜂が花の周りを楽しそうに飛び回っています空を見上げると柔らかい春の陽光が青空いっぱいに輝き風はまだ少しひやりとしますが日の光でポカポカと暖かく気持ちが良くなりますすぐ近くをきれいな小川がサラサラと流れておりその中を メダカがすいすいと泳いでいます。やや遠くに満開の桜が何本も見えます。さらに遠くに見える山の頂には、まだ雪も残っています。ウグイスなどの鳥のさえずりも聞こえます。ウキウキして、自然に歌ったり踊ったりしたいような、いい気分になります。そして、この楽しい春の気分と、自分とが一つに溶け合っていく。 心地よよい一体感を感をじるようにします2夏の海水浴の瞑想夏の浜辺を思い浮かべます白い砂浜の向こうにどこまでも続く青い海と青い空そして水平線を思い浮かべますひんやり気持ちの良い海で人泳ぎしたあと波打ち際の白い砂の上に足だけ波に浸して上を向いて横たわっている自分を思い浮かべます 空には鮮烈な夏の太陽が輝き、まぶしいけれど、とても良い気持ちです。背中には心地よい砂の感触を感じ、足元は寄せては引いていく波に現れています。懐かしい感じのする海の香りが漂ってきます。海岸には松林があり、空にはカモメが飛んでいます。遠くの水平線の空の上には、 ぽっかり白い雲も浮かんでいます。生命の源である海に自分が抱かれ、混然と海と一つに融合していく心地よい一体感を味わいます。3秋の温泉の瞑想山の奥にある岩でできた露天風呂の風景をイメージします。その露天風呂に入ります。ただし、まだお湯は入っていません。やがて、温泉が。 岩の間からコンコンと湧き出してきます。その温かいお湯が足先から足首と順に浸してきます。するとだんだん体が温かくなってきます。お湯はふくらはぎから膝を浸し、次に太ももから下半身をゆっくり浸してきます。すると体はさらに温かくなってきます。お湯はお尻から腰を浸し背中へ、そして お腹かから胸へ手先から腕へさらに肩へと順番に体を浸してゆきます体がだんだんお湯の中に沈み込んでゆき首までお湯が来て気持ちよく体全体がお湯の中に溶け込んでゆくのを感じます露天風呂の近くにきれいな谷川が音を立てて流れています向こう側の山は紅葉の真っ盛りで 紅、黄、緑などの色が美しく澄み渡った青い秋空に生えています。谷を渡る小鳥のさえずりも聞こえます。うっとりした感覚の中で涼しい風を顔に受け自分が大自然に抱かれて混然と大自然と一つになっているという気持ちの良い感じを十分に味わいます。4満月の瞑想澄み切った漆黒の夜空を思い浮かべます。 涼しい風が吹き渡りとても気持ちのいい夜ですその夜空に優しい柔らかい光を放つ満月を思い浮かべます最初は心に満月のイメージを感じるだけで十分ですが次の段階ではメンタルスクリーンの上に満月のイメージを思い浮かべるようにします可能な限り満月の姿を鮮明に思い描けるようにします トレーニングが進んでくるとメンタルスクリーンの上に実際に満月がありありと見えるようになります満月の美しい姿とその光が自分の体に染み通り身も心も浄化されるようにイメージしますさらに可能なら次のようにトレーニングのレベルを上げますメンタルスクリーンに描いた満月が自分に近づいてくる情景をイメージします さらに額の中央の眉間のところに光り輝く満月を思い浮かべて映像を鮮明にします。そしてその満月をイメージで胸のところまで下ろし胸のあたりにできるだけ大きく立体的に輝く満月を描き続けます。光り輝く満月をしっかりと心に描き続けながら今私の心も満月のように光り輝いています。 そして「丸く大きく豊かです」という言葉を心の中で繰り返しますさらに境地が進むと満月を自分の胸の中に引き寄せてからだんだん大きくして宇宙全体に拡大し自分の意識が宇宙全体に広がっていると実感しますさらに宇宙全体に広がった満月をゆっくり元の大きさに戻しますこれは「 真言宗に伝わる瞑想法で月輪館と言います。普通の人はそこまで行かなくても悲観することはありません。